今日は10月の、30日、土曜日です。今日は安達太良山の、白糸の滝、それから、沼尻温泉、中野沢温泉の源泉となる、安達太良のね源泉を、見に行こうと思って、出発したんですけど、ちょっと途中でね、道を登山道に入ってしまいまして、延々と今登り続けてます。まあギブアップしたら戻りますけど、大変です。今日は10月31日、10月最後の土曜日、沼尻の源泉、撮影しに来たんですけど、ちょっと白糸の滝から、登山道に入ってしまいまして、延々と1時間も歩いてます。ちょっと厳しいので、戻ろうか迷いつつ1時間も歩いてます。でも目の前に立ち当たるのはこの高さですけど、あと 200m もあります。もうギブアップです。これが沼尻温泉、中野沢温泉の源泉です。源泉あそこから湧いてます。下の道にね来るかと思ったんですけど、ちょっと道を上の道に入ってしまいまして、ここが分かれ道ですね。下に行くと源泉ですね。上に行くと、船明神コースっていうのかな、これ、こっちは大変そうだけど、ここまで来たらもう二度と来れない我が身なので、思い切ってぶっ倒れるまで登っちゃいます。いや、半端じゃねえな、これ。おい。足が上がらねえよ、この急斜面で。ドロドロ。いや、すごい坂だ。うわ。すげえ。いやすごいとこですね、これ。あれはもう秋元湖ですかね、これ。ロープに伝わって登るにもこれは大変で、おい、どこまで続くんだよ。もう1時間歩いてます。この急斜面、足が上がりません。吉尻の道はなんでいつもこんなに険しい道ばっかり選んでしまうんでしょうかね。表側体とねゴンドラで頂上付近まで行くんですけど、ちょっとした
欲張りメスでこのすごい道を歩いてます。もう磐梯山の高さになってるかもしれないし、まだまだ続きますねこの急斜面。もうギブアップ寸前ですよ。余命宣告3年を受けてる親父がよ、こんなひどいとこ急斜面2時間近くも登ってどうすんだよおい。ここでメイドかよ。もうこうなったら意地でも頂上まで行って棺桶蹴飛ばすしかねえな。今はね何でもデジタルの世界でコピペすりゃ何でも出来上がっちゃうんだけどね、こんなに大変な思いして、山登りしてこれはもう一歩一歩進まねえと先に行かねえんだよね。本当にもうごまかしは効かねえ。俺はもう生涯真実一流だもんな。左側会津磐梯山ですね。下のゴルフ場はボナリ、ゴルフ場ですね。あの湖は、秋元湖ですね。はい、正面グランデ湖、西吾妻連峰ですね。こちらに来ますとスカイラインですね。車登ってますね。この真下が沼尻の源泉になります。明治までね、硫黄鉱山トロッコで硫黄を運んでね、いっぱい小学校も社員寮もありましたけどね、安達太良の噴火でね尊い犠牲も出ましたね。もうすぐね頂上になると思うんだけど、このくぐりもんですかねこれね、松の木がこれをくぐったら、どうなるんでしょうか。今すれ違った人に頂上もうすぐですかって、聞いたら、まだちょっとありますね。これ雪氷ですよ。雪もう新雪どうしましょう。
今日まさかね、雪の花見るとは思いませんでしたね。私もね、結構登山やってますけど、こういうね、10月の末に最終日に雪の花、松にね、雪の花、ツツジにね、雪の花、すごい景色ですね。無理してね、途中でやめようかと何とも思いましたけど、やっぱりやると決めたらやるのが男ですね。ね、まだまだ頑張ってやりやす。2時間半ぐらい登ってきました。ここに見えるのが、明神岳ですね。ここは安達太良のね、裏側になるね、沼の平。ここから先、こちらが、頂上になりますね。こちら、明神岳、はい。安達太良、登山できました。明神岳ですね、ここね。以前ね、何度か、向かい側表安達太良から、何度か来てますので、今日はここで、U ターンします。